こんにちは。それでは2010年度センター数学 2B の第3問やっていきましょう。第3問は数列の問題で、分数列ですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていうふうになってて、第 N 群に 3N-2 個の項がある。つまり第3群だと 3×3-2 の7個の数字からなるんでね、1,2,3,4,5,6,7 っていうふうになってる。で、最初に求めたいのは A4、 つまり第4群の一番最後、ここだよね。じゃあ第4群にいくつ数があるかっていうと、N が4だから第4群には 3×4-2 の10個数があるんだよね。ってことは12に10を足してやれば20。これが A4 あ、いになりますね。次に AN と AN-1 の差、これって何だろう。例えば A4-A3 はって言ったら 22-12 だから10だよね。A4-A3 は10。この10ってどっから出てきたか分かる？ここだよね。第4群の個数がこの A4 と A3 の差になっている。つまり AN-AN-1 ってのは第 N 群の項数になるわけだよね。ってことはこれ 3N-2 になるよね。つまり AN ってのは AN ってのは何かっていうと、それまでの第 N 群までの第1群が第 N 群の項数の和になるよね。 A2 ってのは第1群の項数と第2群の項数の和だし、 A3 というのは第1群の項数と第2群の項数と第3群の項数の和であるわけだから、第1群の項数から第 N 群の項数のである。つまりシグマを使ってやると3
3形式2の k が1から n までの和になるよね。これはもう公式使ってやって、3かける2分の1の n+1 引く 2n 計算してやると2分の 3n 2乗引く2分の 1n になるんですね。これが岡の家まで岡木空家になるよね。今ちょっと一瞬でやっちゃったけど、一応確認すると、K が1から N まで行くときの K というのは、1たす2たす3たすって言って N まで出すわけだから、初項と末項の和かける項数の半分だから2分の1のn かける n たす1っていうふうになるよね。これは絶対覚えておいてください。で、次こっからじゃあ600は、600っていうのは第何群にあるかっていう問題です。これはちょっと難しいね。600がどこにあるか。いや、せっかく AN を求めたので、それに注目してやるんですが、第 N-1 群があって、その一番最後の数はもちろん AN-1 ですよね。その次が AN-1+1、AN-1+2 というふうに続いていって、あるところで600がある。で、また第 N 群の最後が AN。 こんな感じですよね。で、ここの N が何かっていう問題なんですけど、まあ、せっかく AN が求まったので、2分の 3N 次乗引く2分の 1N、 これと600の大小関係見ればいいんですよね。 N が1の時は当然600の方がでかいし、 N が2の時も600の方がでかい、 N が3、4、5まだ600の方がでかい。ある時に N がある値を超えると、これが600より大きくなる。その N が初めて600を大きくなったところの数を知りたいんですよね。大小関係、 N が1から順番に数上がっていって、初めて600より、2分の 3N 次乗引き2分の 1N が初めて600より大きくなったってのは、N-1 まあこういうことですよね。N-1 にした時よりは600のでかいけど、 N になったら600よりでかくなるっていうわけです。じゃあこれをまともに解こうとするとどうなるかっていうと、ここで N の二次式が、二次不等式が出て、ここでさらに N の二次不等式が出て、
2つの不等式を解かなきゃいけなくて、しかもそれ因数分解できないんだというとなると、かなり時間がロスされるので、それはやりたくないと。じゃあ他に何かいい方法ないか。まともにやるのがダメそうな場合、まあ、地道にやりますよね。地道にじゃあ N を代入してって N が、まあ、1だめ、2だめ、3だめ、まあ、こうやってちっちゃい順にやってると、まあ、それはそれで時間を食うと。じゃあどうしようというときに、これすごい大事なことなんですけど、整数問題は積に注目する。積の形にするっていうのがすごい重要で、例えばこの場合2分の3n 次乗引く2分の 1n を積の形にするっていうのはどういうことかっていうと、因数分解するってことだよね。つまり2分の1くくって n 出してやって3に引く1とか。ってことは1200と n3n-1 の大小を見ればいいと。これしたらなんか見当つきやすくなるんじゃないかな。 n と 3n-1 は大体 3n、 つまりその3倍の数の積が n かけるその3倍の 3n くらいの積が1200近くになる。1200近くになると見ると、これが20だとしたら 3n は60になるので、 3n-1 は59。この積って1180、もう1200近いよね。じゃあ1個足してやると n が21だと、ちゃんと書こうか、20×59、 n が21だと63-1で62。これは1200超えるよね。出た。つまり n は21っていうことになるんですね。だから600ってのは第21分だと。じゃあ第21分の何番目に600があるかと、第20分がの一番最後、つまり A20 というのが21で、 A20 というのが 20×59 の半分なんで、590。ここが590。ってことはもうあと簡単だよね。600から590引いてやると10番目になるよね。
このカッコ1は、ここが最大のポイントで、因数分解する積の形ってのが一番大事。積の形にして検討をつけやすくする。これはかなり大事なことで、そのままだとわからないよね。2分の 3n 次乗引く2分の 1n ってのが600付近、どの辺 n がいくつくらいの時に600になるかってのは分かりづらいので、常に因数分解するっていうことを心がけてください。ではカッコ2に行きます。dn があるんだね。第 n たす1分の2n 番目の数を bn としています。ここが n たす1すると an たす 2n が bn になるよね。だ an は、あ、すみません、 bn は an たす 2n ってことで、 an がさっき2分の 3n 次乗引く2分の1で求まってたので、2分の 3n 二乗足す2分の 3n になる。じゃあこの逆数を取ったら、逆数を求めたいから一緒にしちゃって、因数分解すると逆数が簡単に求まる。3n+1/2 になるよね。ところがここの問題文にはまとまってない、分かれた形になっているので、ね、n 分の1引く n たすなんちゃら分の1、この形見たときに何か思いつかないかな。 nn たす1分の2ってなってると、部分分数分解だよね。覚えてるかな。 n かける n たす1分の1っていうのは部分分数分解によってこう分けられたよね。 n 分の1引くn たす1分の1、これを使って、これを使ってやると3分の2かける n 分の1引く n たす1分の1になる。で最後にこの bn 分の1の和をn が1から n までなった時の和を求めるわけですけど、こう部分分数分解すると何がいいかというと、和を求めるときに n 引く1分 n 引く1かける n 分の1っていうのが n 引く1分の1引く n n-2 かける n-1
の1っていうのが n 引く2分の1引く n 引く1分の1っていうふうになってって、最終的に1かけ2分の1っていうのが1分の1引く2分の1になるよね。これを足してやるとこれ全部消えるよね。で、全部消えて何が残るかっていうと最初と最後だけだよね。こういうふうになる。左辺はっていうと K かける K プラス1分の1の K が1か N になる。で、今は何がしたいかっていうと BK 分の1だから3分の2を外に出してやって K かける K たす1分の1、まさにこれだよね。これをちょうど使ってやると3分の2かける1引く n たす1になって、あとはこれを計算してやればよくて 3n たす3分の 2n になります。この問題の最大のポイントは部分分数分解で、これによって和がすんなり求まるっていうことですね。第3問は基本的にはそんな難しい問題ではないんですけど、まあ、括弧1の整数の積に表すところが最大のポイントだったんじゃないかなというふうに思います。ではこれで第3問を終わります。お疲れ様でした。